最高。ねえ、やつら。サムの塔はこの丘の麓だ。ひたすら下れ。ちょっと掴み捨てすると。ごめん。どこに行けばいい？早く行かないとサムが落ちちまうぞ。この丘の麓だ。やつら下れ。よっしゃ、さすがに追ってこられないだろう。おい、嘘だろ。待て、大丈夫か。絶対平気だって。ああ、やばい。この塔はこの丘の麓だ。ひたすら下れ。近いぞ。サムを探すんだ。おい、あれじゃないか。ほら、あれ。捕まれ。捕まれっぱなしだ。どうすりゃいい。俺に聞くなよ。私はまだ生きてるだろう。
ぞ。飛び乗れ。サム、早く飛び移るんだ。いいから、こっちの方が早いだろう。危ない。奴が助かったわけがない。やばいな。なすげえ。無事か。さあ行こう。大丈夫そうだ。ああ、旦那。プロテウス・クオ・リセンシア。簡単な暗号みたいだ。神と自由のため、奴らのモットーだ。手がかりを見落としていたとはな。二人とも無事だったか。無事なんてもんじゃない。リバタリアを見つけた。リバ何だって？リバタリア、エイブリーが築いた海賊の王国さ。ああ、てよりも海賊の楽園だな。で、肝心のお宝は？まあいいから聞けよ。この場所は何百、いや何千にも及ぶ海賊たちのアジトだったんだ。そこで共有してた物や資源とか。金も？宝物庫だ。すべてそこに共有してた。なるほど。で、どこなんだ？その海賊の楽園は。ここだ。この島さ、キングスベイの北東。で、レイフもこの情報を。ああ、でも暗号を解読する頃、俺たちはもうリバタリアだ。つまり宝は俺たちが手に入れたも同然。やべえ。マレーシアの仕事は順調？寄り道にしては遠くない？エレナ、違うんだよ。そうなの。でもこれを見る限りヘンリー・エイブリーの秘宝を探してるみたいだけど。それに街中を兵士たちがうろついてるってことは他にも探してる人がいるみたいね。
まあそんなところだな。でも誤解しないでくれ。驚くだろうけど。何？とりあえずその彼はサムだ。サム・ドレイク、兄貴だ。どうも。すまん。パナマの監獄で死んだと思ってた。でもそうじゃなかったんだよ。俺のせいで15年間も監獄にいたんだ。脱獄に手を貸してくれた男に借りを返すためにはお宝がいるんだ。でも実はもう見つけたんだよ。少し沖に行ったとこの島に。ねえ、ちょっと待って。マレーシアの仕事は嘘だったわけ？いや。もういい。な、待ってくれ。エレナ、待てよ。わけわかんないわ。話そうとは思ってたんだ。もうたくさんよ。本当だって。でもなんて言えいい？正直に言えばいいじゃない。危ない目に遭うだろう。そんなの言い訳。話す勇気がなかっただけ。違う？こうなるってわかってたからさ。誰だってこうなるわよ。私を騙してた。何週間も。もし殺されてもその事実すら知らされない。それに今度はお兄さん。あなたは誰？おい、俺だよ。頼むって。今回は特別だ。信じらんない。サムを助けなきゃ。財宝なんかどうでもいい。この部屋に入ってきた時のあなたの顔、私に真実を話したなら自分にも正直になったらどう？飛行機に遅れるわ。好きなようにすれば。おい、何やってんだ。追いかけろって。まだ終わってない。終わらせるべきかもな。何だって？別の方法でサムを救えるかもしれん。例えば？例えば別人になってもらって、そのどっかに潜伏してもらってたら。15年間も監獄にいたんだ。また潜伏だなんて。じゃあお前はエレナを追え。俺とサムでリバタリアに行く。俺抜きで二人とも殺されるぞ。そうか。いいか、俺はずっとこの仕事をしてきたんだ。これぐらい俺にだって。役に立ちたいか、サリー。エレナを見ててくれ。わかったよ。なあ、おい。平気だ。支度しろ。